ろしいかと思います。で、最近ここうちの団員の代からコタになりますけど、うろうろしてましたけど、まあ、うちの子供も昔はそんなんですけど、もうこんな大きくなっちゃった。この子たちお腹にいるうちからバンドに来てまして、ついに一緒にやるようになりました。それではですね、ここで皆さんご存知の鮮度が続くよどこまでもという動揺があるんですけども、それをデキシーランドジャズでやってみたいと思います。じゃあソロする人立ちましょう。やだじゃないと。トランペット高木さんでした。
して我らのリーダー鶴瓶家族に乾杯おなじみの野村屋